岩市小川町の JR 小川号駅は磐越当線の駅の中で唯一開業当時のまま駅舎が残されています木造の駅舎は築100年を超え建物の老朽化が進み耐震性に問題があることから JR 東日本は建て替えが必要と判断し改築する方針を固めました一方でこれまで地域の住民などの有資は 駅舎内におよそ2000冊の本を置くなど、駅舎の利用促進と存続を求めてきました。軽いのが長なるなやっぱり寂しい JR 東日本は今後も住民などとも意見を交わしながら8月にも解体工事に着手する予定です。